揃いましたので、はい、おかけいただいてよろしいでしょうか。失礼します。それではただいまより、スーパー銭湯アイドル純烈と DDT プロレスのスーパー銭湯ユニット純烈の合同記者会見を始めさせていただきます。それではまずは皆さんから自己紹介をお願いいたします。じゃあ純烈の皆さんからお願いいたします。ではリーダーから。純烈でしょ。すいません。あのじゃあ、はい、そうだよ、どっちも純烈じゃないの。そうですね。じゃあ本物の純烈の方から。あ、どういうことだよ。こっちだと本物の純烈だ。じゃあ、本家純烈の方から。本家ね。はい、じゃあ、お願いします。すいません。すいません。皆さん、はじめまして、私、リーダーをしております、酒井和義と申します。どうも、はじめまして、ちょっと緊張しておりますけれども、リードボーカルをやらせてもらってます、白川裕次郎と申します。どうぞよろしくお願いします。はじめまして、コーラスを担当しております後上翔太と申します。よろしくお願いします。同じくはじめまして、すべてコーラスを担当しております小田良平と言います。よろしくお願いいたします。じゃあ、はい、純烈の。じゃあ、私が純烈リーダーやらせてもらっております、大石誠です。よろしくお願いします。おーおー、リーダーですね。純烈の特攻隊長やらせてもらっております、小田です。じゃあ自己紹介終わりましたので、じゃあ今回のこういう会が催される経緯について、じゃあ DDT の純烈リーダーの大石さんからお願いいたします。認めていただけますでしょうか。公認していただけますでしょうか。いや、もちろん OK です。大喜び、はい。だって純烈という名前がまたこうプロレス界にも響き渡るわけですから、うん、そうですよね。新たな全然そんな簡単でいいんですか。拍子抜けですね。全然ましてや秋山純選手の純を取って、はい、それに列をくっつけて、ましてや投票でこう選んでいただけたっていうことがやっぱり純烈としては嬉しいですよね。ありがたいですね。はい、もう我々ももしダメだったら戦っても奪い取ろうと思って、いつでも特攻できる準備ができた。いやいやいや、でも全然いいでしょ、僕は。皆さん、いやいや、光栄ですよ。光栄です、ありがたい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれから私たちはプロレス界の情熱として、プロレス界のてっぺん目指して頑張っていきますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ただ、ちょっと条件が、条件やっぱあるんですよ。やっぱ純烈、漢字が違えば読み方は一緒なんですけど、やっぱり純烈と名乗る限りは、うん、僕らのキャッチフレーズが夢は紅白親孝行なんですよ、ね。なので、やっぱ紅白歌合戦を目指してました。紅白歌合戦、プロレス界から紅白歌合戦。だってもう今秋山選手リードボーカルリードボーカルになってましたよ。確かにね、確かに。これも歌のジャンルなんてのは別に僕らムード歌謡を中心に、はい、昭和歌謡を中心にやってますけども、はい、全然ジャンルはもうなんでもいいし、でもこうリングに入っていく入場曲になるじゃないですか、はい、そちらの曲とかに歌って、やっぱりオリジナルの純烈曲とかこれは喜ばれると思うし、あとはですね、こう場外乱闘っていうか場外にこうなった時に、やっぱりお客さんが近いわけで、僕らもお客さんの近くでこう握手しながら客席回ったりとか、やっぱりそういう場外的なところに行った時にですね、やっぱり濃厚なファンサービスというのがやっぱり純烈の売りなので、同じ純烈としてね、そうですね、頑張っていただきたい、大事にしていただきたい、はい、わかりました。高齢者もやっぱり増えると思うので、はい、
我々の番で、もちろん純烈といえばやっぱりおばちゃんとかマダムなんで、なるほど、本当おばちゃんとかマダム来やすい感じで喋りかけてきたりするんですけど、うん、私本当に悪人はいなくて、うん、いいおばちゃんたちなんで、うん、ぜひ優しくしてほしい、はい、おばちゃんたちはお姫様だとすごい喜びますので、わかりました、ね、思いますね。そうするとな、おひねりも発音も、ね、なるほど、だから抱っこまで止めていただかないと、そこから投げなくなってもらう。そうですね、確かにね。ではめでたくスーパー銭湯アイドル純烈の公認をいただいたということで、はいはい、ありがとうございます。リリティプロレスのスーパー銭湯ユニット純烈、はいはい、指導、正式に指導を始めたということで、よろしいですね。はい、はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。すげー、すごい、なるほど。何でしょう。うちの母がですね、マチコって言うんですけど、はい、純烈のすごい大ファンなんですよ。はい、すごい大ファンで、はい、で、この間の新曲の CD も酒井さんのチェキ付きのを買ったって。チェキ付きのチェキ付きのしかも俺なんかマニアックなファンや。今日、せっかくなんで曲歌ってもらうことってできますか。もちろん、さっきも言いましたけど、お願いばっかりなのか。いや、そうなんですけど、いや、でも、うちの母のお願いなんで、やってもらうんですよ。親孝行したいんで、ちょっと歌うのほとんどこいつなんで、ちょっと、どうですか。いや、いいですよ。いいですか。親孝行って言われてもうちょっとダメろ、紅白2回出てんねやから。すいません。携帯ありますか、カメラ。携帯あります。撮っていいですか。ありがとうございます。すいません、じゃあいいですか。じゃあ俺もちょっと、よろしくお願いします。じゃあ愛をください。どっちくらい純烈プレゼントバージョンいきたい。
今ね、大事なこのご時世ですよ、お互いの世界です。ちゃんとね、助言していただいてね、やっぱりね。ありがとうございます。大変な時期ですからね、やっぱりね、こういったことが大事ですから。全然外してるよ。やっぱり純烈の今年の最大の目標は紅白歌合戦出場なんですよ ね, で す, よね。ですからせっかくですね、新純烈誕生して、はい、秋山選手にも来ていただいてるんで、ぜひともこう気合いの一撃をですね、気合の一撃、この純烈にですね、やっぱりいただきたいんですよ。その邪気を払っていただくというかですね、やっぱり紅白歌合戦に出れるように、う、まあ、男のね、お互い純烈なんだから、その魂の血を邪気を一撃にこう、ごはみもう身に上がる声で、あのリーダーよかった、どうぞ。平川、お前元スポンサーだったら久しぶりにあの子見たら燃えるものがあるから。いや、やっぱりね、僕はあの今リリコさんとノリノリになってね、これお題さんで、やめなさい、やめなさい、純烈の、この純烈の中で私が老害と呼ばれてるんですから、やめなさい。40代最後に、あの、もう40代最後というか50代手前という言い方してくれるかな。じゃあ、リーダーの私が、一応リーダーシップやからな。リーダーリーダー、そうっす、あのリーダーシップっていうこととリーダーシップっていう言葉似てるから。じゃあちょっとよろしいですか。よろしいですよね。OK です。今日のために。もう今ちょっとパンプアップしてきてました、ね。いや本当スーパー銭湯で鍛えてますね。あのデメさん。そうですよ。本来だってスーパー銭湯アイドル僕らの方が脱がなきゃいけないんですよ、ね。確かにね。そうですね。大丈夫ですか。大丈夫。パンプアップバッチリ。うちのリーダーの体見てもらおう。じゃあこっち行くよ。せーの。はい、すげえ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 よ。じゃあちょっと手加減なしで、やっぱ気合いの一撃をね、お願いします。そうだね、邪気を払っていただいて、勢いでへそ引っ込むかもしれへんから。じゃあ、冗談聞かないですけど、自分じゃないでしょ。そりゃそうです。言うんじゃなかったから、知るかよ。俺、死ぬのかな、これ。死亡止めで、止めないから、死ぬのか。いやいや、痛いっす。あの壁。